の最後の出演者となりました。はい、はいはい、続いての出演者は、はい、あかねの皆さんです。はい、70年代フォークの風、かぐや姫の曲を中心に3本のアコースティックギターとハモリで奏でます。はい、ユニット名は憧れる風の音、あかねさんです。どうぞ。
どうもありがとうございました。改めましてあかねです。今日ミュージックジャンボリー、ここで6会場目ですね。今回今年は広島県内9カ所から愛媛が2カ所山口が1カ所計12会場ですね。私たちはですね、こう自分たち今日皆さんスタッフで、持ち回ってるんですけども、自分たちで、作り上げていこうということで自分たちで回してるんですけど、今日もね、いろいろこのスタジオを盛り上げてくれたスタッフ、それから PA のスタッフ、それから司会者、みんなでね作り上げたミュージックジャンボリーです。また、あと6会場残ってますけども、この場を借りましてね、スタッフの皆さん、それから素敵な場所を提供してくださったセラワイナリーさん、どうもありがとうございました。また来年もね、もし、ありましたらよろしくお願いいたします。先ほどの曲は懐かしい名残よきという曲でした。あと数曲お届けしますので聴いてください。のっけからですね、皆様に聞きなじみのある曲ばかり、やっておりますので、我々の、計画通り皆様が一緒に歌っていただけると、大変ありがたいことでございます。私たちが一緒に歌ってくださいって言わなくても勝手に歌っていただいているのは非常にありがたいですね。どうぞご遠慮なく、これからもですね、おそらくは、ご存知の曲が流れてくることと思います。どうぞご一緒に、大きな声で歌ってください。ありがとうございます。ただしですね、ちょっとお願いがあります。こちらにおりますメインボーカル、メインボーカルよりはうまく歌わないでください。はい、よろしくお願いいたします。ダメ
続きましては、かぐや姫時代の曲です、和風な曲ですね。カモの流れ。今の曲は鴨の流れにということです。かぐや姫の曲です。皆さんどうですか、楽しんでいただいてますか。私たちね、かぐや姫で風という曲が好きで、いろんな曲を選曲しました。で、今まではかぐや姫の曲をしました。これからちょっと風の曲を、まあ、最後の曲になりますが、風の曲をやりたいと思います。そしてちょっと先にメンバー紹介だけしておきたいと思います。まずリードギター D、はい、でリードボーカルヤーちゃん、はい、こんにちは。で私が一応年が一番上だということでリーダーやってます、クールマジックと申します。最後の曲になりますけれども、風の曲でささやかなこの人生という曲をやりたいと思います。皆さんお聴きください。それとですね、先ほど D が話しました通り、知ってる方がいらっしゃいましたら一緒に歌ってください。よろしくお願いします。知らない場合は手拍子でごまかしてください。
したら誰でも心の扉を閉め忘れては傷つき、そして傷つけて生き返すことのできない人生に気がつく。優しかった恋人たちよ、振り返るのはやめよう。時の流れを背中で感じて、すればいい。誰かを愛したその日には、例えばちっぽけな絵はがきにも心が動き、愛をなくしたその日には、街角の歌にもふと足を止めたりする。風よ、その訪れを告げたら、寂しい人の心に降りて、そして巡る季節よ、優しかった恋人たちよ、ささやかなこの人生を、喜びとか悲しみとかの言葉で決めて欲しくはない。約束ありがとうございます言いながら、ちょっと心の準備というか体の準備が、ちょっとお時間くださいね。あ、なんだこれ、え、なんだこれ、なんかこんなところにあかねのライブのチラシがあるぞ誰だこんなの置いたの。10月27日三原の春のんカフェだ。三原の近くにお住まいの方、10月27日もしお時間がありましたら、アダージョさんと一緒にライブやりますので、もしよかったら、お越しください。あっ、誰だこんなところにチケット置いたやつはなんか1500円だそうです。なんかワンドリンク付きだそうですよ。なんか2枚だけ残ってます
ってしまう、そんな気がした。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのよう。長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへとついでゆく私にとって、私のわがまま聞いてくれるなら、あなたはあなたのままで変わらずにいてください、そのままで。セラマイナリさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の旅はカデさんの3人さんでした、はい、どうぞどうぞ前に、はい、前の方にお願いします、はいはい、長丁場、あら、どうぞどうぞ、長丁場でしたね、はい、11時から始まりまして、はい、かれこれ茜色のお空に、あ、それでラストなんかな、お、ちょっとつなげてしまったちょっとつなげましたか、ちょっとまだまだ、あ、まだ青空ですね、はい、ではのんちゃん、はい、ここぞとばかりに本日の、はいはい、今日の感想を聞いてみようかな、はい、今日暑かったですでも最後ね、涼しくて気持ちいい感じになりましたんで、本当にいい気持ちで終われるかなと思ってます。どうもありがとうございました。今日ね、本当に天気に恵まれまして、こんないい天気の中、あ、ちくんちくん、本当に気持ちよく演奏することができました、どうも皆さんありがとうございました。なんかしないとあかんような気がして、はい、いや本当にね、何をするんだっけ、あ、そうそうそう、我々がやるときお客さんもいないかなと思って心配してたんですけど、たくさん残っておいていただいてありがとうございました。我々なかなかこういった屋外でやることないので、非常にこう気持ちよかったなと、はい、気持ちよく演奏できて歌いました。ありがとうございました。ありがとうございました。茜の3人さんはね、年々増して、本当見てください、スタイリッシュでしょ、あ、後ろくるっと回って、はい、足出して、はい、上着出して、中出して、隠れてるところもどうもなんか同じ色らしいです。はい、個人的にご希望の方はチェックしてみてもいいかもしれない。あ、
ねえ、こちらの方へ、こちらの方へ、URL はこちらの方へ、はい、もう何度もね、ステージを、いろんな、ね、ステージをこうなしているお三人さんなんですが、三原のね、ファンのカフェも行かれるということでですね、ファンのさんは、もう一度じゃあね、せっかくなので、ここ、こんなとこ、すごい心残りのないように、はい、10月27日です、はいはい、10月末です。ハロウィンがちょうどありますんで、一緒に仮装しましょう怖いものミーターさんの方違いますか、ね、とても、3人さんお歌だけでもなくね、本当ね、いろんなコスチューム、その時は別コスチュームが見れるかもわからないですね、はい、何か宣伝はもう十分です。20十分ですか、はいはい、では鐘のお三人さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、のんちゃん、はい、以上で本日の出演者すべてのステージが終了したわけですが、ここでですね、本日出演の皆様にもう一度ステージに上がっていただきまして、広島ミュージックジャンボリー2012のイメージソング歌おうを、全員で歌いたいと思います。本日の出演者の皆様全員ステージに上がってください。どうぞどうぞ、お願いします。どうぞどうぞ。そうね、バンドの方もいらっしゃる、はい、そうですね、たくさんいらっしゃったので、はいはい、どうぞ、はい、全員ね、歌ってください。じゃちょっと歌おうの紹介をします、ね、はい、広島ミュージックジャンボリー2012のイメージソングを歌うのは男女ユニットのよもぎの2人です、本日お配りしたパンフレットの一番最後のページに、はい、イメージソング歌おうの歌詞がありますので、パンフレットの、ね、会場に、ね、おられるお客様も一緒に口ずさんでいただければと思います。はい、ここですね、ですか、一番後ろ、はい、はい、このパンフレットの一番後ろに載ってますので、はい、よかったら皆さん一緒に歌ってみてくださいね。あ、どうぞどうぞ、ステージの方上がってくださいよ。どうぞどうぞ、一緒の方、はい、上がってくださいね。はい、ずずずっと真ん中へ、もともと前の方へどうぞ、はい、くださいね。よろしいですかね、はい、はい、それではイメージソング歌おうです。
島ミュージックジャンボリー2012年明治ソング歌を聴いていただきました。ここでもう一度本日の出演者の紹介をします。本日のオープニングを飾ってくれたのは、あ、いらっしゃるかな、庄原実業吹奏楽部の皆さんでした。ありがとうございました。そして和太鼓風雅、空と海、主戦道明くん、ミックブランド和子、田畑亮、西本正雄、セイクリッドピンク、はい、夢咲、はい、東デイクインテッド、ソニックストライク、はい、ネオ、モノトーンズ、バックシートドライバーズ、はい、鳥はあかねでした。はい、ありがとうございました。そしてダンスで盛り上げてくれたのは M&M ダンススタジオの皆さんでした。ありがとうございました。はい、ではですね、最後に世羅ワイナリー会長チーフ石橋より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。1週間前からですね、まあ、天気がどうなるかなと思って非常に気にしたんですが、皆さん日頃の行いがいいようでかなりの改善になりまして、ありがとうございました。そしてお客様、そして素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた演奏係の皆さん、そしてスタッフの皆さん、今日一日楽しく、スムーズなライブができたと思います。まあね、体を張ってスピーカーを守ってくれた人もいて本当に感無量です。来週のフジグランカンナベにバトンをつなぎたいと思います。どうもありがとうございました。次回の開催は10月14日日曜日、福山市にありますフジグランカンナベでの開催となります。ドライブがてら音楽を楽しみに応援に来ていただければ嬉しいですね。はい、そうですね、はい、本日お配りしたパンフレットには、今後の開催場所、出演者のプロフィールと掲載してありますので、お近くの開催場所の時にはぜひ皆様のご来場をお待ちしております。以上をもちまして本日の全プログラムを終了いたしました。どうもありがとうございました。ドリンクをですね、セラワイナリー様の方からいただきましたので、はい、どうぞ あちらの、袖の方でいただいて帰ってください。あとですね、まず最初に、写真を撮りましょうか。はい、記念撮影撮りますので、今そのまんまの場所でですね、はい、おられてくださいね。柳井さん、LINE 抜きます。待って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 
私が中心です。今日は私がカメラの主役でございますので、いつもはすごいメガネかけてる人が主役なんですけど、今日はあの私が主役なので、あ、これは予行演習です。入ります。全部入ります。まずこのカメラを見てください。予行演習いきます。あれ？どうぞスタッフに入ってください。はい、入ってください。全員入ってください。はい、入ってください。D さんこれ映らんけど。どうぞどうぞ。ちょっと待って。先こっち見ようってください。あれ、こっちの方がちょっとダメなんですよ。こっちの方がちょっとダメなんですよ。なんとか、なんとか。春靴をみんな使って。あの、出演者の皆様が、もう腰を痛いとかって言われてる方が多いので、皆さん、あの、それぞれ、あの、それなりの年齢ですので。はい。1枚目いきます。ここ見てください。はい、行きます。映します。いや、もう映しました。はい。そうですね、はい。今日このネタでずっと通してますんで。はい、ちょっとフラッシュ焚いてみます。あ、かけんな、これは。すいません、映します。はい。ほら、早い。ちょっとわしも、はい、チーフだけ。チーフだけ入れてあげます。お忘れとった。おお、こんなに見えるんだね。今度は本番いきます。はい、いきますよ。広島ミュージックジャンボ、あ、3枚いっぺんに撮りました。はい、次別バージョンいきますね。はい、こっちだね。違う違う、スケジュールね、これもありますね。やらないさん、私も来なきゃ。いいですか。ここはセラ・ワイナ。今光った。じゃあもう一遍だけ。はい、D さん目をつぶってと言うんですが、私は目を開けたままそのまま撮りますので、最後いきます。皆さん、広島ミュージックジャンボ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。